だと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色ハロペコ。今日はですね、群馬県館林市本町にあるラーメン音さんにやってきました。ラーメン屋さんの前は食料品屋さんだったらしいですよ。駐車場なんですけども、お店の前と南側にあります。ラーメン音さんは8月7日オープンの新店舗です。まず入ってすぐ絵付きのメニューがあります。そして食券制で買うようになっていますので、決めてから買いましょう。店内は入ってすぐカウンターと奥に2席のお座席があります。こんな感じで店内もものすごい綺麗です。私はこちら、味玉タンメン塩970円です。いい匂いがしてるんですよ。こちらのラーメン音さん、タンメン専門店ということで、絶対タンメンは食べたいですよね。それではいただきます。野菜のいい香りがしています。スープは油が結構多めな感じのこってり系タンメンといった感じですかね。うまい。味がしっかりしてます。麺なんですけども、短め太めのストレート麺。これはタンメンに合わせるのにはちょっと斬新かなと思います。タンメンにワシワシの麺、これ合いますね。食べ応えがあります。丼はかなり広めですね。タンメンは細麺のイメージだったんですけども、これももちもちした麺でね、美味しいですよ。タンメンの中の野菜なんですけども、もやし、人参、ニラ、キャベツ、キクラゲと入っています。キクラゲも細かいのがたくさん入ってますね。野菜なんですけども炒めてあるんですよ。油の味がして美味しいし、いつまでも冷めません。ほら、炒めてある。こうやって一緒に食べるのが抜群に美味しいですね。野菜の香ばしさも最高です。そしてチャーシューなんですけども、熱いですね。油が多めというか、見た感じ肉肉しい感じのチャーシューです。これ結構大きいですよね。厚みがすごいです。しっとり柔らか、うま。これだけの厚みでこの柔らかさはすごいですよ。こんな感じでホロホロお肉です。私の方はデフォで味玉が乗ってますので、こんな感じで黄身ね。いいじゃないですか。火加減はバッチリ抜群ですよ。それでは味玉を食べてみます。うまーい。相方はこちら、辛タンメン醤油950円です。こちらはですね、醤油ベースのスープが辛くなってるような感じですね。醤油味のタンメンも斬新だな。タンメンっていうと結構塩をイメージしますけど、こちらのお父さんは醤油も味噌もあるんですよね。辛そうだな。赤いですね。それでは一口もらいます。あ、辛いけど、まあそんなにびっくりするほど辛くないかなって思ったんですけど、一口目二口目と食べ進めていくと結構辛みが出てきますね。醤油もうまい。醤油のタンメンも合うんですね。やっぱり野菜と一緒に食べるのが美味しいです。そしてご飯物にはミニチャーシュー丼300円。こちらはですね、食券のところの300円というボタンを押すとミニチャーシュー丼が出てきます。チャーシューはどちらかというと煮てあるような感じですかね。そして上にはネギが乗っていて、ご飯も多めです。茶碗的にはまあそんな大きくないんですけども、上に積まれてるような感じなので結構ボリューミーがあります。これで300円ならありですね。味が染みててうま。柔らかい。そして米が進む。結構チャーシューもですね、ご飯の上にしっかりいっぱい乗ってるんですよ。ボリュームがありますね。これはタンメンも野菜たっぷりでボリュームあるので、ミニチャーシュー丼は結構たくさん食べれる方じゃないとセットで食べるのは難しいかなっていうぐらいのね、ボリュームはあります。ネギもまたいいアクセントになってます。この豚の脂身がうまかった。中はこんな感じでミニとは思えませんね。部
左が辛タンメン醤油、右が塩のスープです。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店を紹介している MO チャンネルです。今日のラーメンおとさん新店舗なんですけども、タンメン専門店すごく斬新でいろんな味があるので、次は味噌を試してみたいです。本日はごちそうさまでした。